中クリちゃんです。ロンドン今日で3日目なんですけれども、日本から旅立った日に一旦ロシアを経由して、ロシアからロンドンヒースロー空港まで来てるんですけれども、そのロシアの空港で3時間空き時間があったので、そこでこんなものを買いました。じゃーん、すごいかわいいやつ。なんだかわかんないと思ってたら、どうやら馬の人魚の人形がランダムで入ってるおもちゃみたいです。結構思ったより買ってみたら大きかったんですよ。キーホルダーみたいなこのぐらいのやつかなと思ったん、多分このくらいはあると思われるやつです。じゃーん、馬の人魚の人形です。フィリー、フィリーマーメイ、マーメイズ、はいこんな感じでね、いっぱい種類があるみたいなんですが、読めるかな、じゃーん。あ、いいね、これ一番多分当たりみたいなやつがグリッタリーナちゃんっていうこの子ですねグリッタリーナちゃんかわいい、グリッタリーナちゃんっていうこのレインボーで、しかもキラキラした馬の人形ですね。で、あ、カードと背景と1匹入ってんだ。それで16種類いるんですね、この馬の人形が。はい、で2番目の当たりみたいなやつがこのラインですね。シャイン、あ、アデラ、トリーナ、サブリーナ、エイドリアン、この辺が2番目にキラキラしたちょっと当たりシリーズかな。言ってもさ、他の子たちもキラキラしてるよね。あ、こっちメタリックなんだ。あ、2番目のあたりがね、メタリックで、それ以外がグリッターだ。なるほどね。こんな感じで、結構いろんな種類のカラフルな馬の人魚の人形が入ってるらしいです。いや、まじこれめっちゃ高かったんですよ。ロシア経由した時に、ロシアのお金持ってなくて、2000円分、ユーロに換金したんですよ。そしたら 8.8 ユーロ8.8 ユーロにしかならなくて、いや、めっちゃ高くないですか。だって2000円だよ。2000円が 8.8 ユーロだから、いくら230円ぐらいじゃない、多分。え、超やばくない1ユーロ230円ってやばいなって思ったんですけど、もうほんとそれ以外何もできなかったから、もう泣く泣くその 8.8 ユーロで2ユーロ使ってファンタ買って、残りの6ユーロ 6.8 ユーロで買えるもの探して、で、この馬の人魚の人形が6ユーロだったんでぴったりでこれを買ったんですね。なんで6ユーロだから2612368、そうだね、1400円ぐらい、まあ1300円か1400円ぐらいしたんじゃない。これ謎すぎでしょ、馬の人魚の人形でもさ、後ろ見たらさ、グリッタリーナ可愛すぎて、私このグリッタリーナ出すためだったらもう一個欲しいってさえ思えてきてるから、とりあえず今日はこれを開封したいと思います。さあ、開封したいと思います。グリッタリーナが出るといいなと思って、ちょっと触ってみるとね、まあ形わかるじゃん、こういうのって。ちょっとね、くるってなってるの。だから、え、そう、グリタリーナもくる、あ、くるってなってないかな。グリタリーナはくるってなってないから、ちょっと怪しいかも。なんか、多分、ミュージカとか、あとは、シャインとか怪しいかなって感じなんだけど、まあでも、グリッタリーナが欲しいから記念にして、オープンします。せーの。オープン。え、これはここから開けんの？切り口わかんない。開いた開いた。あ、まずはね、あ、シール。メモリーのシールが入ってました。え、これもしかしてさ、同じのが入ってるパティンかな？で、メモリーと、あ、出た。楽しい仲間たちの全員集合のマップ、マップ地図まあ日本語は書いてないですね。ってことはこれメモリーなの？あ！あ！あ！メモリー？じゃない？メモリーだ。
リーメモリー、あ、これメモリーだ、これだこれだこれだ、いやかわいい、しかもグリッターだよ、キラキラしてる、え、かわいすぎじゃない、ちょっとここさ、なんかついちゃってるねかわいい、唯一ロシアのお土産で買ってきたやつ、超かわいい、見て、髪の毛に貝埋め込んであるんだけど、最先端、私も次貝埋め込もうかな、めっちゃかわいいじゃん、しかもセクシーなポーズで、しかもティアラもついて、多分お姫様なんでしょうね、メモリーは、あのちょっとおてんばなお姫様、歌うことが好き、そして国を追われてお父様がきっとあれだね、病に倒れて、ででもおてんばなお姫様はちょっとあんまり大事によく思われてなくて、でなんかこういろんな陰謀にね巻き込まれて、おそらく国を追われて自由を求めて歌いながら友達を見つけていくっていう、多分メモリーの人生だね、きっと、うん、なんとなく分かってきた、かわいい、すごくいいものを捕まえた気がする、ありがとうロシア、じゃーん、これが今回ゲットしたメモリーです、すごい可愛くない、見て尻尾がねキラキラグリッターになってて、ほら動かすと光るんですよ、後ろもこんな風になってます、結構しっかりしてるし、あのマイリトルポニーの仲間かなみたいな違ったらごめんなさいなんですけどマイリトルポニーの仲間みたいな感じですね、ん？上半身が馬で下半身が魚の人魚の馬の人形です、かわいい、なんか思った以上に大きさもちょっと大きめで素敵な、あ、全然飾れそうな大きさで、色も可愛いし細かく作られてるし、かなり好きな感じです、まあこれが1300円、1400円っていうのはちょっとびっくりだったんだけど、最初買った時はだけど、もうこれ見ちゃうともっと欲しいこれさ、普通に売られてる時ってどのぐらいの値段なのかな、なんかさすがに1400円、全部1400円ぐらいしてさ、で中身見えないから被ったりしたらすごい悲しいんだけど、もうロシアの値段じゃなかったら欲しいんだよね、日本では売ってんのかな、だってほらこんなにいるんだよ、私どうしてもグリッタリーナ欲しいもん、どこグリッタリーナ、ここか、え、どうしてもこのグリッタリーナ欲しい、欲しくなってきた、かわいいじゃん、これ部屋にいっぱい並べてさ、このお姫様はどんなストーリーを持ってるのかを永遠に考えていたい、素敵、いいな、これどっか他で見たことある人いないかな、日本でも買えるのかどうか知りたいです、もしみんな知ってたら教えて、私ググってみようとは思うけど、ググってみるけどどこで売ってるかわかんないかもしれないから、持ってるよって人は教えてください、というわけで今日はロシアで買った馬の人魚の人形を開けてみたの動画でした、めっちゃ可愛いお馬さんの人魚の人形に出会ったので、またこの人魚の人形に関する情報をコメント欄とかでお待ちしております、それじゃあ